外所地震とは、1662年10月31日未明に、日向灘沖で発生した、マグニチュード7.6、津波マグニチュードマウント7.7の地震。最大震度は6強。有史以来最大規模の日向灘地震である。1662年日向灘地震とも呼ばれる。日向国、大隅国、特に、帯半量を中心に被害が及んだ。 宮崎県の大部分で、震度5以上の揺れがあったと推定されており、佐渡原半量で6強、延岡半量で5強とされている。津波は、延岡から大隅半島を襲い、高さは、宮崎市付近で4の5メートル、延岡市付近で3の4メートル、渋志湾付近で2の3メートルと推定されている。死者200人、家屋損害が約3800世帯。 7つの村が水没したと、される。地震により摩擦寺平野一帯は水没し入れへと、化した。清武川は、地震の影響で入江へ注ぐようになり、入江が埋め立てられた後も河田川へ合流していた。現在のように、清武川が、日向灘な台注ぐようになったのは1950年代、前半のことである。50年ごとに混流される、 供養日宮崎市木花地区の島山集落では50年ごとに供養祭が行われており、その度に供養日が混流されている。3期目は文化5年、4期目は文久2年、5期目には大正14年、6期目には昭和32年、7期目は平成19年に混流された。1期目と2期目は破壊されており、文字を読み取ることができない。ありがとうございます。